Tani. ついてるエントランスと白いののエントランスわかる、あれの間のとこだと思う。あのさ、あ、ケンちゃん見える見える、そっから右手の一番上、今タイムにいないよ。あの、アメリカで、南アフリカが12ポイントで勝ち越してます。見てこの階段やばくないですか。
そうなんだ、意外と多いのよ。考えたらラグビーって不思議だね。なんかさ、こうすごい筋肉いっぱいつけて、体もなんかこう筋肉で守んなきゃいけないけど、高く、それでも高く飛べなくちゃいけなくて、速く走れなくちゃいけないよね。いけないもんね。手が早くなっちゃってな。困ったものだよこれ。だ健在。成功率はなかなか低いもんだな。遊びすぎて酔いすぎちゃうからさ。やるの前行っちゃうから。惜しいところ。置いてけぼりにしちゃうから。行ける行ける行ける。
かにギャップはいいかもしれない、うん、顔は可愛い意外と脆い最初はなんか勢いでグイグイ押されない折り返し地点に入ると結構脆いやだなでもさめんどくせえいやいや、それは自然にやっちゃう、自然にそう、自然にやっちゃう分かってしてるんじゃないの分かってしてるほど頭良くないえ、それ、それタッチ悪いね、分かってしてたってありえたらもうちょっと、もう女からしたらもう困っちゃう、ほんと困っちゃうもう、もうそこまでたらもう押して押して押しまくるしかないの、こっちからも不思議でね、そういう性格悪いやつって排除されるんだよシミシミしか分かんないイギリス人が勝手に来たおー、パスミスったうわめっちゃ上がるじゃんうわすごいあーいけるいけるあーうわーやばいあの人すごいねさっきから超かっこいいかっこいいちょっともう得点差がめちゃくちゃついちゃいました29対7かっこいいなんかああいうあの余裕でこうあの点取れる時でもああやってこうダイブしていくのはやっぱりかっこいいからなのかないや今みたいに別にこうダイブしていかなくったってポンと置けば点入るの時でもああやってこうスライドダイブはパフォーマンスいや、ね、自分でちょっとこうナルシスト系な人いないとこポンって置くのってちょっとリスクがあるそうなの？どういうこと？たまに落とすんだよ あれだけ長い距離走ると結構もう息切らしてる、うん、最後の最後に緊張の糸が切れて置くときに落とすんだそれがノックオンって反則になっちゃう、うん、だからノートライになっちゃうだから確実にトライをするたびにちゃんとダイブするそういうことかいや、もういや一石二鳥だねえそんな理由があったなんて全然考えもしなかったねえ超余裕かもしてイエーイとかやりながら、うん、ダイブして落としたやつもあるみたいなそこのチャンススタンドの目の前大暴動ですよかっこ悪いイフワードイフワードの話うわでも本当そんなことしちゃったらさスタジアムから普通に歩いて出れないねもうなんか会う人会う人になんかねディスられそうな